皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちら、ビーレジェンド WPC プロテイン思い出福ラムネ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。まあ、実はこの商品、以前ね、弊社で販売していた、あのね、大人気コラボフレーバーのフレーバーとなります。まあ、早速ね、どんな風になっているのか飲んでいきたいと思います。それではね、こちら、思い出福ラムネ風味ご購入いただきますと、こちらのね、赤い袋に入った大スプーンが1個付属されてまいります。まあ、こちらをね、すり切ってパウダー入れて、水にね、入れてあげることで、30g 計量できるようになっております。で、それをね、そのまま飲んでいただくことで、タンパク質が 20g、取れる設計になっておりますので、こちらそのままご活用ください。開封します。よいしょ。お、パウダーはねこんな感じですね。若干いつものねホエイパウダーに比べてほのかに青い感じにねなっております。これをね水に溶かすとどんな感じになっていくのか、早速入れていきましょう。でこちら裏面の方に、シェーカーの方に150から300ミリの水に溶かすだけっていう書いておりますんで、まあ、本日ちょっと多めに入れてきました。まあ、お好みでね、水の量調整してもらったらいいかと思います。水を少なくするとね、味が濃くなりますし、多く入れてあげると味が薄くなりますんで、まあ、お好みで水の量は調整してみてください。それでは早速すり切って入れていきます。よいしょ。入れていきます。よいしょ。よいしょ。ちょっと、ちょっと多かったかな。あ、もうほのかに青くなってきました。おお、なんと鮮やかな色。まあ、この色を見たら、普段ビーレジェンド飲んでいただいているお客様であったら、あのフレーバーだなと分かってるんじゃないでしょうか。すごく鮮やかな綺麗な色になりました。泡立ちもダマもねほとんどないですね。綺麗に溶けました。あ、むちゃくちゃなんか懐かしい匂いがしますね。あ、さっぱりと甘酸っぱい感じの匂いですね。それではちょっと先にいただきます。うまい。めちゃくちゃさっぱりしてて甘酸っぱくてどこか懐かしいですね。めちゃくちゃ美味しいです。でこれもうどんな味かって言われるとすごく難しいですね。まあ、あのフレーバーね、思い出福ラムネ風味っていう形でラムネをねイメージしてるんですけど、すごくラムネっぽいんですけど、ホワイトソーダってわかりますかね。ラムネでもあるんですけど、どこかこう乳酸菌っぽさもなんかあるような感じがあって、めちゃくちゃ美味しいんですよね。もうこれね、以前販売してた時はすごい大人気フレーバーで、実際ね再販要望がめちゃくちゃあって、まあ、それもありましてね、今回ちょっとね違った形になるんですけど、まあ、思い出膨らむね風味っていう形で登場っていう形になるんですけれども、甘すぎずいい感じにさっぱりしてるんで、毎日でも飲めるようなフレーバーにね仕上がってると思いますんでね、まだ飲んだことがないっていう方もねぜひ挑戦してほしいフレーバーですね。まあ、僕自身結構さっぱり系のねフレーバーが好きなんですけど、まあ、どちらかというとねそっちに分類されるさっぱりとした飲みやすいフレーバーかと思います。まあ、ベリー、パッションフルーツ、ミックスジュース風味とかね結構好きな方なんかにね僕的におすすめしたいフレーバーなんでね、ぜひ試してみてください。ただ今回ねこれ数量限定なんで、なくなってしまえば終了となっちゃいますんで、できる限りねお早めに試していただければと思います。でこちらのね思い出福ラムネ風味、栄養成分表示なんですけれども、1食 29g あたり 112.5kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.4g、 炭水化物が 4.7g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C が 40mg、 ビタミン B6 が 1.6mg、 そしてクエン酸も取れます。 1015mg 入っております。数量限定、なくなり次第終了となります。過去ね販売していたあのね大人気フレーバーの復刻フレーバーとなります。ぜひお早めにお試しください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。